自民党派閥の政治資金事件をめぐり安倍派の関係一郎議員が派閥からのキックバックを自らの政党支部に寄付し所得税の一部を控除される税の優遇措置を受けていたことが分かりました個人が政党支部などに寄付した場合所得税の一部が控除される仕組みがありますが関係氏はこの仕組みを利用し控除を受けていたということです関係氏は会見で 法にのっとって申請をして還付を受けてきたと税の優遇を受けたことを認めた一方で、控除された分については全額返還したとしています。関係者は、政治資金収支報告書への不記債額が1289万円で、安倍派の政治資金事件をめぐり、党の役職停止6ヶ月の処分を受けています。